同じ山ですかあれ。ここの家の前で撮った。これが土の道。だけど昔は賑やかやったよな。これが公園区と。これをほんならもう明日建てて向こうまで行きはんの。話聞いてんけど。ここの通りだけ来年になったらしようかと言ってで、あの今は木で作った太鼓みこしやけど、昔はこれを担いとったんや、金みこしで。これは今子供が駒がついてこう引っ張るやつだと、ね。これがね。これ写真が出てきて、持ってはる人がいてはったよね。そうして、三笠山、笹山の一番東の端にある山車でございます。三笠山ってね、はい、これは後ろ側になるらしいんやけども、武将の錦絵が美しいです。さあお囃子が始まりそうです。それでは、さえちゃんお願いします。
静かな河原町通り、夜の河原町通りでございます。はい、次は鳳凰山やね。違うね、あのそこそれぞれそれぞれ。はい、お囃子の音聞こえてきました。こちら下河原町の鳳凰山やね。休憩だそうです。はい、休憩挟んでまた始まりました。
囃子真っ最中ですが、はい、今回春日神社の三笠山と鳳凰山二つの山をね行ってきました。笠山の夜結構風情があります。よろしかったらぜひ一度お越しください。じゃあまた次回よろしく。バイバーイ。